僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキ童貞グンピーです。名字実在クイズ。お、嬉しいですね。うん、おもう好評とか、はい、なんか大変だ。普通に前の方も投稿されてないけど、はい、はいはい、この時点でね、僕ら嬉しい。うん、楽しかったもんね。楽しかったからもう一回やろうの、うん、アニメに出てくる、まあ、いろんな名字、これは実際にこう実在するものなのか、まあ、架空のものなのかというのを当てていただくクイズです。3000円とかね、はい、そうね、してね、うん、問題、サイレンジ。わー、はい、トラブルですね。嬉しい。あー、どうかな。確かにね、サイオン寺はね、実在でよく聞くけど、せーの、実在しない。お、しないしないしない、あ、重ねましたね、うん、サイオン寺で行かずにちょっとずらしたのは、なんか架空の名前にしたかったからなのかなと。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、うん、なんか俺も調べた時になかった気するんだよね、これ正直。あ、なんか俺、はい、なんだろ、普通に、まああれかもしれないけど、ちょっと、うん、好きだからさ。はい、このキャラとかね、ちょっとかっこよく言った。いやいや、かっこよくというか、普通にその、はい、万が一養子に入った場合とか、はいはい、どうなるんだろうとかを、あ、自分が この名字になってなった場合、このことをそれにサイレンジヒロキの場合みたいな。サイレンジヒロキ確かなかった気がする、調べて。うん、うん、正解は、実在します。わー、した、はい、した20人。はい、うわー、サイレンジヒロキあり得るんだ。嬉しい。この20人の中から。めっちゃかっこいい名前だよね。そうですね、うん、なかなかちょっと背負えないというか、使いこなせないね、ちょっと。へー、まあ、でもこれは嬉しい、知れて、ほんと絶対しないと思って、ほんとユニコーンがいたみたいなぐらい嬉しい。ほんとは。問題、尿布。うわ、あ、なに。きた。せーの、実在する。おー、うん、いるでしょっていう。なんかね、うん、そんなないとこから出てくる響きじゃないよなと思って。両津勘吉、うん、そうね、名前としてなんか、うん、大原部長とか中川とか、はい、ああ、確かに他のキャラクターがね、ある、うん、まあ、変な名前をつける時代じゃないと思う。1976年連載開始ですけど、うん、変な名前にするというよりは、なんかある名前でやったんじゃないかなっていう、うん、まあ、劇画の人ですから、もともとね、こっちからの、うん、ああ、そうだね、先生はやっぱそのリアリティの部分から撮ったんじゃないかっていう、うん、推察、いかがでしょうか。りょうさん、いてくれ。正解は、かんきち。かんきち、実在します。かんきち、かんきち、10人。そう、ただかなり少ない。びっくり、よくこれにしたな、逆に。そうね、なんで撮ってきたんだろう。そんなところから。確かにね、秋元先生はね、あの実写版の方もオープニング出てるもんね、一回ね。ね、あの捕鯨の実写版、両津がお礼を言いに行くっていうのあったもんね。もう実写版の話、お前しかしないですよ。みんなで。マジで。言ったじゃん、なんか。で、捕鯨が謎の集団連れてきて、秋元先生の家で。言うなよ、捕鯨って。秋元先生、ありがとうございます。いいって、最終回。見てないんだよ。って、秋元先生。はい。ありがとうございます。秋元先生が抜けた演技しちゃったのがいいだろう。問題、アララギ。はいはいはい、アララギ物語の主人公です。アララギさん、アララギ、アララギさん、小読みだっけ、小読みさん。せーの、実在しない。おー、今日会いますね。うん、嬉しい。コンビだね。ここで、しかになぜか会うね、これ。なんで、まあ、西尾維新さんですから、やっぱ変な名前作ってんじゃないかなっていう、さっきの、うん、秋元先生とは真逆の、はい、そっちまで名前とかも決めたい、うん、っていう作家性の人なんじゃないかなと私は思ってますよ。うん、一個ちょっとね、他も変だしね、他の人の名前。、うん、ちょっと中二の醍醐味みたいな、そう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 、作品でもあるから、うん、そうね、やっぱこう、ないかっこいい名前をこう、まといたいぜっていう感じがあるんじゃないかな。うん、正解は、実在しません。わー、さすが、嬉しいですね。西尾維新さんが作ったやつなんですね。うん、でも忘れられないね、荒田木って、うん、いい名前だよね。問題、アガサ。来た。はい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 、はい、アガサ博士ですが、で、そうですね、うん、黒幕でしょ。まあね、そんな説もあるよ。わしじゃよ。な、違うとはね、言ってますけど、どうでしょうか。うん、アガサ博士は実在しない。うーん、これはまあ、うん、まあね、だってアガサ・クリスティから持ってきてるから。そうなんですよ、アガサ・クリスティでしょ、うん、っていう、江戸川乱
歩、うん、ね、江戸川コナンなわけです、うん、そういう、まあ、探偵の名前から来てるわけですから、うん、まあ、ないでしょっていう。正解は、実在しない。あ、嬉しい、はい、嬉しい、これはそうですね、うん、うん、うん、お願いいたします。はい、問題、吉野家。おー、はい、日だまりステッチの、まあ、先生ですね。吉野じゃなくて吉野家か、はい、吉野家で、まあ、牛丼チェーンの吉野家とはあの家の字は違うんですけども。ああ、そっか、はい、家か、あれはこの吉野家がどうかって。うーん、はい、吉野家は実在する。おお、なんだ、そうね、全部ぴったりあれなんだ本当にこういう生でやってないってことですね、うん、そうね、これだけ伝わるかもしれません。そうだ、なく、はい、うん、まあいるんじゃないっていう感じだよね。そうですね、いないんだったら牛丼屋の方に合わせちゃう気もするしな。あ、うん、確かにね、吉野家先生。正解は実在します。はい、嬉しいですね、はい、やっぱそうですよ、はい、20人で、でもだいぶ少ないですね、そう、ちなみに一応あの牛丼チェーンの吉野家はいなかったですね、家の方は。家はいない、はい、へえ、面白い、うん、問題、銭形。うわっ、あー、うわー、なるほど、まあいい、はい、銭形という名字は、はい、実在しない。わー、割れた、初めて割れましたね、嬉しい、うん、すると思いますか。そうですね、やっぱだからね、銭形平次とかの、うん、あれ子孫って設定したっけ、この人のはず、だからやっぱ銭形平次とかが作られた時に、ああ、ある名字から持ってきたんじゃないかな。俺は逆にやっぱり江戸の時代からもそういうリテラシーはあって、はい、やっぱそのジャイ子がさあのそういうあの子が例えばあゆみみたいな名前だったらさ、うん、いじめられちゃうわけじゃん。そうね、同じ名前の子がいないように。そうそう、当時からあったんだね、うん、のその精神が、うん、銭形なんて変な名前ね、うん、して書いてあげたんじゃないかっていう、うん、そっか、迷惑かかんないように。そう、正解はしない、しない、実在しないです。わー、しない、なんでこれそんなにすげえの楽しくキャキャやった実在するわけないだろ、しないんだ、なんかないだろ、銭形、じゃ迷惑かけないようにだったのかな、まあ、いや、まあ普通に言葉向けの名前ですよ、銭形っていう。問題、事件。うわー、続けてきた、はい、銭形はいなかったですけれども、いきますか、はい、せーの、実在しない。おー、割れましたね、うん、嬉しい、逆に言ったすると思う、うん、なんか次元はあった気がする、いた気がする、うん、なんか次元っていんのかなって昔調べた気がする、うん、大体一回気になったことあるうん、なんか名前俺割となるんだよねなんかでも全く聞かんからなと思って、なんとなく勝手にいたらトリビアの泉で出てきてそうって思っちゃって本当はいるいないみたいなのをトリビアでやってそうって思ってはあ、ははあ、うん、だからなんか、あ、私が次元ですみたいなおじさんとかが出てきてそうな気がするか、いたとしたら、はあはあ、でも、うん、そういう人と巡り合った記憶がないからトリビア信頼しすぎだろそうか、正解は実在しない。なにー、はい、こちらあの同じ字で、はい、辻元と呼ぶ名字はあるんですけども、そうだろう、次元と呼ぶ名字はあの今のところ確認されてないということです。何、実在辻元はいるんだ。問題、善意。うわー、はい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 、前回あの板取り、はい、記載しまして、こちらはいたんですけども。そうなんですよね、はい、善意マキさんですね、うん、善意はいるかどうか。マキ好きだな。善意は実在する。実在しない。おー、分かれてしまいますか。はい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 、こ結構ね、そのまあなんだろう、いわくつきの家じゃないけど、うん、結構まあ全員家ね、うん、まあ、本人たちがちょっとなんか家柄のこと嫌だったりとか、確かに確かにするから、あー、うん、そうだわ、そうですね、だから作ったんじゃないかなって。やばい、あー、そうかも、あー、そうかも、やばい。正解はお願いします。実在します。イエーイ、いるんだ、いるんだね、はい、それもだいぶ少ないですけれども、取材する名字でございます。確かに確かに、まあ嫌なこと起きたけど、やっぱそう、うん、うん、へえ、ここなんかあんのかね、その漫画家さんとかの中でその実在するけど、うん、そのみんながあんまり知らない名字を掘り起こすみたいな快感としてあるのかね。
あでもキャラ作るときにちょっとあるんじゃない？で全員はやっぱちょっとその、まあ、3000円みたいな感じもあるし、ちょっとなんだろう、うん、お金持ちというかそう、ね、感じもするよね。うん、勇者正しい感じ。インテージがやっぱそうだもんね。うん、うん、問題、はい、雪の下。お、あ、はい、俺がいる。俺がいる。はいはいはい、雪の下、雪のさんですけど、うん、結構ね、俺がいるは繰り返す名前の人が多いですね。はい、雪の下、雪の。せーの、実在しない。あ、そうですね。うん、まあそれは下の名前もあるでしょっていう。そうですね。うん、伸びたでしょっていう、うん、あんまりどういう状況なんだって、雪の下っていう。うん、確かに、ね、うん、由来でも起きねえだろこんなのってね、うん、はいはいはい、いるわけないです。荒唐無稽な名前です。漫画とアニメと実験術を一緒にするな。絶対実現しません。お願いします。正解は実在します。いると少しと守ったやつ。いないんだよ、アニメなのさ。全部アニメだ。ガンダムの逆。アニメだ。アニメじゃん。アニメだ。問題、イサジ。これはまあ、ブルーロックですけど、まあ、イサジヨイチ、まあ、イサジヨイカっていう名前ではあるんですけど、ね、はい、うん、せーの、実在しない。あ、そうだよね、うん、潔いから来てるから、うん、そらなかんべえっていう。そうね、うん、アニメと漫画と、うん、一緒にしちゃいけません、区別に。潔って名前名乗りたいじゃないんですよ。最初にサイレンジで俺もやってたから。ちょっとやっていたけど、あ、でもね、この字、普段使うときは潔までだよね、確か、ね、あ、送り仮名、うん、そうですね、そうだわ、うん、いいだけ送り仮名。なるほど、まず漢字の使い方が違うと、うん、早速素晴らしい土岡。正解は、実在しません。気持ちよさそう。気持ちいいな。はい、問題、人。はぁ、い、ほうほうほう、これもあの、これもね、人並みから来てるんですね。はい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 、普通の、普通の子ね。はい、せーの、実在しない。うん、申し訳ありませんけど、うん、ダジャレのために作った名前。そうですね、小梅先生の、まあ、ギャグ、うん、ね、オタクを笑わせるためのギャグ。ですよね。オタクはオタクが一番笑わせやすいって、うん、おっしゃってた小梅先生が、僕はそれを実践している今。童貞は童貞を笑わせやすいと思ってやってる。小梅先生の私一生継いだものなんです。先生、人並みは、人はない言葉ですよね。孤島向けな名前さ、絶望先生なんて最も、うん、アニメと漫画と現実をごっちゃにすんなよって言い過ぎた漫画だ。あ、そのためにもこういう、うん、ない名前なんだ。なるほど。人を並み、いません。正解は、実在します。あーあああああああたくさん自害した。たくさん、めちゃ結構いるじゃん。こちら、まあ、ちょっと、人数の中だと読み方が違うものも入ってるので、はいはい、サーチした結果ちょっと人さん自体がどれぐらいか分かんないですけども、はい、人という読み方でも実在するようで、うん、これはいるんだ、うん、問題、シシクラ。わーはい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 、はい、これは名前も音読みしたら肉ソーセージ。あー、本当だ、シシクラセージ。まあ肉塊にするみたいな能力があるから。そうね、ヒロアカはそういう感じっすよね。ヒロアカもね、そうだね、能力に、うん、これがいるかもしんないしないかもしんない、もう分かんなくなっちゃった。人並みのせいで実在する。あー、最後に揃いましたね。そうですね、なんかなかなかね、やっぱり肉って書いてそのまあ、シシって読ますっていうのが本当に苗字用にあるような読み方の気がする。そんな気する。シシってね、まあ読むんだよね、確かにね。うん、うん、正解は実在します。おーおおおおおおお、100人、はい、うん、すごいな、いたんだ。はあ、じゃあちょっとこれはね、ヒロアカの堀越先生は、うん、ちょっとこれを見つけた時嬉しいんとかってんじゃないですか。うん、ね、うわー面白いな、この作者ごとになんかそういう癖があるの面白いかもしれないな、うん、あー確かに、作品ごとに呪術はいるっぽいし今のとこ、うん、ヒロアカはまだわかんないけどね、これしか見れてないから、うん、でも結構爆豪なんていないだろうと思っちゃうし、あー爆豪、そうね、うん、勉強になりました非常に、うん、やっぱこれクイズ面白い、うん、どっちになっても別にいいしさ、うん、いてもいなくてもでもなんか面白い勉強になるし、うん、この名字になりたいなとかありますか。難しいね、でも収めんの荒ぎ。でも荒ぎ哲郎なんか
墓場の鬼太郎みたいで本当だなんか収まりいいな岸倉俺いじられたろうなそうね絶対肉食らって言われちゃうね肉食らって言われたよね、うん、俺いつもそのドッジボールの時やってさ、うんはい、その俺ってそのほぼいじめられてるからさこうやってさあーこうやってさ逃げないようにしてそうでこれ俺肉ペキって言われて肉の壁と書いて肉ペキさん、うん、でこれなんかしないけどその小学校の時そうだったんだけど、はいで、中学校で俺も違う学校に来る誰も友達いない、うん、あ別の学校に行ったんだけど、うん、そこでも肉ペキって言われたすごくないですなんか肉ペキはなんかその、うん、なんかそのままそうね、うん、みんなのなんだろうねこうルーツに入ってるのかそうなんだよまたなんかこういう名前ありますよですとかそういうのありましたらぜひ必ず次もやりたい俺はそう思っている面白い私こういう名前ですみたいなのあったらねファンさんに送ったらいいかもしれないですよねああ珍しい名字の方ね確かに、はい、よろしくお願いしますではまた俺の名前はバキバキ童貞今になる動画界の皇帝いじめられて走った皇帝フルチンで踊るチンキャラ同期フリーターの時街頭インタビューひねり出したパンチライン一発人生はたちまち豹変俺の名前はバキバキ童貞